おい、ここは俺がやらせてもらうぜ。クローンとはいえ、あのベジータをコテンパンにできるチャンスだからな。おいおい、何言ってるんだ。あいつとは俺が遊ぶって決まってるんだ。待て、いつそんなことが決まった。ギクーム、勝手なことを言うな。そうだ、お前はナメック星でベジータと戦ってるだろ。今度は俺の番だ。俺はベジータに首をはねられてるんだぞ。仕返しする権利あるよな。いや、グルド、あれは油断したお前が悪い。そうだな、あれはグルドが悪い。うんうん、 100% 間違いない。なんでだよ。お前たち落ち着くんだ。ここはフェアにじゃんけんで決めるぞ。てめえ、何勝手に仕切ってんだ。俺がやるって言ってるだろうが。甘い。その程度の攻撃で俺をどうにかできると思ったか、愚か者め。ホームラン、さすが隊長。クローンとはいえやはりベジータだな。ふい、うあの野郎、もう我慢ならねえ。叩きのめしてやる。仕方がない。だが、足手まといにだけはなるなよ。へえ、俺一人でも十分だってところ、見せてやる。
そろそろ本気を出しましょう。そこまだまだ、うん、かワンダフォー、もうここまでだ。そこまだまだ、うん、かワンダフォー、ひと暴れしてやるか。動け動け、本気を出しましょう。どうだ、カウン、うわぁ、そこから、どうだい、カウン、手番ですよ。ザコが、ザコが、捕まっちまえ。
わ。さすが宇宙の帝王フリーザってところね。誰だてめえ。人造人間21号。に、21号だと。まさかこいつが。その様子だと私のことを知ってるのね。まだそこまで目立つことはしてないのに、誰から聞いたのかしら。素直に教えると思ったか。そう言うと思った。いいわ、自分で調べれば済むし。軍のトップがわざわざ出向くとは、私に降伏でもしに来ましたか。まさか。用があるのはあなたの中にいる人よ。ここまでフリーザの力を使いこなして、その上セルまで引き入れるなんて、あなたの本質は意外と大悪党なのかもしれないわね。だそうですよ。私の体の中にいるあなた、よかったですね。ずいぶんないぐさじゃないですか。ですが今は不問としておきましょう。あの女が現れたことの方が気にかかりますからね。それにしても私も知らない新しい人造人間が生まれているとは。まさかドクターゲロも蘇っているのか。いいえ、だって頼んでいないもの。あの人を蘇らせなくたって研究所があれば目的は達成できるしね。つまり私たちを蘇らせたのはあなたということですね。何の目的で蘇らせたのか知りませんが、雑魚をリンクさせるとは悪趣味ですね。ああ、あなたのは計算外よ。本当は人工精神を使うつもりだったのに、おかげでいろいろ計画が狂っちゃったじゃない。ドクターゲロが考えそうなことだ。その目的は世界征服。いや、それ以上、宇宙征服と言ったところか。くだらん。そうね、私もくだらないと思うわ。ドクターゲロなんて正直どうでもいいけど、宇宙征服ができると私も都合がいいの。そのためにはあなたたちみたいな強い戦士が必要だったのよ。クローンなんかにはないオリジナルの強さを持ったあなたたちが。私たちを顎で使う気だったわけですか。あ、いろいろ話していたらなんだかお腹が空いてきちゃったわ。何をふざけたことを。そういうわけだから、おいしくなーれ。これは、そんな、さっきまで人間だったんだぞ。私と同じ生体エネルギー吸収タイプなのか。やっぱりクローンはいまいちね。100点満点中13点ってところ。成長促進剤のせいかしら。ちょっと薬品臭いのよね。早めに戦える状態にしたかったから多めに入れたんだけど。あなたたちはどんな味がするのかしら。なるほど、私たちも食べるつもりですか。18号、
出番よ。ラジオ少しは楽しませてくれるんだろう。ああ、ちゃんと体は残しといてね。じゃないとお菓子にできなくなっちゃう。どこまでもふざけたいやつ。この私を餌扱いなど許しませんよ。次は貴様の番だ、21号。面白い冗談ね。本気で勝てると思ってる？冗談かどうかはすぐに分かる。もっとも分かった時には貴様はスクラップだが、クラップって私はメカタイプじゃないのよ。18号がこんな形で役に立つなんてね。21号のあの顔、どうやらろくでもないことを考えていますね。バカかあいつ、無防備じゃねえか、隙だらけだぜ。何のつもりか知らんが、死にたいのなら望みを叶えてやろう。18号さん、
それにセルまで。この野郎、よくも俺の嫁さんを。消えた。なるほど。21号、それが狙いですか。どっちが生き残るか見ものね。おお、誰かと思えば孫悟空とクリリンじゃないか。おめえはセル、それにフリーザ、おまけにギニューまで。おい、俺のことを忘れてるぜ、カカロット。ああ、おめえはベジータと地球に来たナッツだったか。ナッパだ、ふざけやがって。18号さん、完全に意識を失ってる。あなたはこの人の知り合いですか。すみません、彼女は私を守るために。ふん、白々しい芝居をする女め。まあいいだろう、全員まとめて倒せばいいだけの話だ。むしろ孫悟空と戦うチャンスが早く巡ってきたと喜ぶべきか。罪もない人を襲って18号さんまで。お前たち絶対に許さないぞ。被害者のふりをして私たちを戦わせるのが狙いのようですね。しかしこれはいい機会です。あのサイヤ人には大きな借りがありますから。たとえこの状況があの女の思惑通りだとしても、叩きのめしてやらなくては気が済まないのですよ。あなた、今の状況分かっているのですか。ここで戦わなかったとしても奴らは攻撃してきますよ。死にたくないならさっさと戦いなさい。この日をどれだけ待ち望んだことか。積年の恨み晴らさせてもらいますよ。孫悟空に借りがあるのは貴様だけではない。孫親子は私の手で始末する。孫親子そういえばあなた、奴の息子孫悟飯に敗れたそうですね。それも随分と子供の頃に。そんなあなたが孫悟空に勝てるとでも言うのですか。その孫悟空に二度も負けたのはどこの誰だ。おやおや、聞き捨てなりませんね。先にあなたを始末してもいいのですよ。貴様が私に勝てるとでも。面白い、受けて立とうか。あのよ、何でもいいから早くしてくんねえか。
っちゅんなら二人いっぺんでもおら構わねえぞ。私たち二人を一度に相手するんだと。孫悟空、相変わらず口の利き方を知らないようですね。やはり始末するのは奴が先です。なら、どちらが先に孫悟空を倒すか勝負と行こうじゃないか。いいでしょう。ですがその勝負、勝つのは私です。本気を出しましょう。そこまだまだちょっと脅してやる。どうだい、その調子。どうだい、どうだい。そこまだ、そろそろ本気を出しましょう。ないきますよ。到達しますよ、その調子。俺は宇宙空間でも生き延びられるぞ。死なさい、死なすよ。この星もろとも恐れず。まだまだ、ちょっと脅してやる。この星もろとも、すぐに終わらせてやる。さてと、この程度よいじゃないか。さあ、よいじゃないか。そろそろ、地球ごと消えてる。あの連中にとどめを刺すのです。ここまで強えなんてな。せめて十八号さんだけでも。様子がおかしくないか。急に動かなくなったぞ。フリーザ様。ふっ、そういうことか。どうなってんだ。あなた、一体どういうつもりですか。あと少しで息の根を止められるというのに。いいですか、あの男はこの私を地獄に落としているのですよ。今度は私があのサイヤ人を地獄に叩き落とすのです。
あなたの事情などどうでもいいのですよ。目の前に憎きサイヤ人がいる。この復讐の好機を逃してなるものですか。諦めろフリーザー、そいつの意志は固いようだぞ。くっ、体を自由に動かせないことがこれほど腹立たしいとは。地獄で味わったあの苦痛を思い出しますよ。まったく仕方がありませんね。今だけはあなたに任せましょう。全てが解決してから、奴らを始末すればいいだけのこと。ただしリンクが解除できるようになるまで死に物狂いで働きなさい。わかりましたね。やっぱりおかしい。フリーザのやつピクリとも動かない。おいフリーザ、もうおしめか。この目みてえに金ピカになんねんか。フリーザ様、どうされたのですか。さあ奴らにとどめよ。残念だったなフリーザ、私の一撃を黙って見ているよ。ふざけるな！こいつらはフリーザ様の獲物だ！奴は私が倒す。お待ちなさい！フリーザ様！ご無事でしたか？無事も何も、少し中で話をしていただけです。それより、私の隙をついて出し抜こうとはいい度胸ですね。簡単に主導権を奪われる貴様が悪い。何ですって。あのよ、揉めてっとこ悪いんだけどさ、何が起こったか説明してくんねえか。フリーザから知らねえやつの気感じるし、途中で攻撃やめっちまうし。貴様という男は。もういいです。なんだか馬鹿らしくなってしまいました。ギニューさん、事情を説明してあげなさい。こいつらにですか。しかし本当によろしいのでしょうか。構いませんよ。リンクのことにうすうす気づいているようですし、それに彼らも本調子とは言えません。警戒する価値もありませんよ。かしこまりました。つまりどういうことだ。てめえ、ここまで丁寧に説明したのに分からねえっていうのか。はあ、ここまで話が通じないとは。これだから戦闘バカのサイヤ人は。つまりクローンのことも力が出ないのも全部レッドリボン軍と21号のせいってことで、なぜかフリーザの中には別の人の精神が入り込んでいると。二足カスでも通訳程度の役には立つようですね。そりゃどうも、お前の役に立っても嬉しくないけどな。さっきはフリーザーの中にもう一人いて、そいつが攻撃すんのをやめたっちゅうことか。そういうこと。ほんと良識あるやつがリンクしていてくれて助かったよ。フリーザーと同じような極悪人だったらどうなっていたことか。中にいるやつのおかげでフリーザも悪さができねえんか。だったらよ、オラたちみんなでその21号っちゅうのやっつけちまえばいいじゃねえか。は？悟空、お前何を急に。
いくら仲にいい奴がいたってこいつら自体は極悪人なんだぞ。不満があるのはこちらも同じだ。あなたたちには私も地獄へ落とされた甲斐があります。フリーザは知らんだ。私には邪魔する者はいない。この場で人思いに息の根を止めても構わんぞ。おめらそのリンクっちゅうやつしてねえと動くこともできねえんだろ。中のやつ追い出しても自由に動ける方法があるって言ったらどうする。なに？ほう、つまりリンクを解除して自由に動ける方法というわけですか。ああ、オラたちもそのおかげでリンクっちゅうやつなしで戦えてっかんな。リンクしてるっちゅうことはまだ中に別の誰かがいるんじゃねんか。他のやつが心の中にずっといるんじゃ気持ち悪いだろう。それはまあ確かに。俺だってこんなやつさっさと追い出してんだよ。だろ？だから教えてやるって言ってんじゃねえか。悟空、連中にそんなこと言っちゃって大丈夫なのか？さあな。でもきっとなんとかなるって。いいでしょう、交渉成立です。反応から察するにその話に嘘はないようですから。よし、そうと決まれば早速ブルマンとこに。な、あ、あっちの方角、まさかブルマさんが。ブルマ、すぐに行くぞ。まあこれ以上攻撃されねえよ、逃げろ。言われなくてもそうしてるわよ。でも行くぞ、悟空。待て、貴様は。なんだよ、この大変な時に。そんなことより、リンクを解除する方法を今すぐに教えなさい。だから中和装置も操作できるやつもあの飛行機の中なんだよ。ブルマのことを助けらんねえかったらおめえらずっとそのまんまだぞ。なんじゃと？だからオラたちの邪魔すんな。どうやらそのブルマとかいう女を放っておくわけにはいかないようですね。そうだな、女はどうでもいいが、その機会には用が。仕方がありません、我々も行くとしましょうか。